ストライクショット。こんにちは、妄想中の視聴者のパッチョとパナエとテルマです。お願いします。テルマです。お願いします。テルマ初ですね。そうですね、これね、やった。はい、ということで、なぜテルマンがいるかという話なんですけども、はい、3月27日にアルダでニコ生を行います。また、イエーイ、楽しみ。またビジョンに出るんですかね、うん、出ますね。いやー、楽しみ。20時半頃から、はい、出ると思います。はい、はい、そしてそこで、初降臨は村正にいつもの4人で挑戦していただきます。はい、はい、ノッコンクリア頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。そしていつものタイムアタックですね。はい、うん、アップバンク対中の人、うん、いつもやっているタイムアタックも行おうと思っております。なるほど。よし、頑張るぞ。まあ、その作戦会議ということですね。あー、なるほど。はい、この動画、はい、なのでテルマンちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで部下いるんですね。はい、はい、お願いします。お願いします。今回は、その時来る村正の光のステージの極み、うんはいうん、でタイムアタックを行おうかと思っております。はい、どんなんですかね、作戦会議。はい、早速していきますか。そうですね、いつも村井さんしてるから、うん、うちらもね、した方がいいかなと。やりたいなって思って。なるほど、うん、そういうことなんですね。勝ちたいし、あれなんですよね、一発目が光なんですよね、光です。今回は、なるほど、光だから、うん、闇がいいのかなと思って。なるほど、いいですか。え、ね、ちょっといいですか。あとそうですね、ちょっといいですか、うん、ちょっといいですか。なんですか、なんですか、僕、1個提案…教えてくれる、ギミック提案です。うそー、嬉しい。どうしよう、アクシルク、まあ、言っちゃう。まあ、そもそもなんですけど、僕最近思ってることがあるんですけど、このタイムアタックについてね。もう僕、一人でやるのが一番いいんじゃないですか。僕、一人でやるのが一番いいんじゃないですか。僕、一人でやるのが一番いいんじゃないですか。僕一人でタイムアタックしてるとき、大体勝ってるじゃないですか。そうですね。あ、後から。あ、タイマー勝負とか。お二人いらないんじゃないですか。え？お二人いらないんじゃないですか。え？あ、ちょっと待って。足手まとい。みたいな。いやいやいや。そういうことなんじゃないですか。いや、え、でも。いや、それ最大にして最強の作戦なんじゃないですか。同期3人で頑張ってきたじゃん。頑張ってきたじゃん。いやそんな。うん。いや、やっぱそうだと最近思ってるんですよ、正直。ほんと申し訳ないですけど、あ、ね、本当に、あ、ね、じゃあちょっと僕時間なんで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、うちら二人？いや違うわ、もういらない、うちらもういらない、ちょっと待って、じゃあ私、プレイなし。まあ確かに、うちら、どうですかね、貢献できてる？ぶっちゃけ事実ですよ、事実。私たちが足を引っ張っていることは事実なんですけど、それにしてもひどい。ひどいよね、同期なのに。同期なのにね。まさかの。許さん。ちょっとギャフンって言わしたくないですか。というわけで、今回、タイムアタックはこれに成功だ。じゃーん、テルーマンを撃破せよ。でー全然そんな顔本当してないですけどね光マークついちゃったんですけど、ここに多分出てるでしょいや、ちょっとないっすね。テルマを撃破せよ。やるぞ。